かもしれない。ハードが受肉して歩きまってんのかな。ああ、だまだ出てきてないのか。ないだ。わあ、考えてくれてるけどやべえ。教育上教育ですね。はいどうもアニメレクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのはフェイトカレーダライナープリズマエリアドライ第4話。 見てい,こうとは,思いませんはい、というわけで始まりました。プリアドライですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、4期に入りまして、バチバチバトル展開が続いているんで、めちゃめちゃかっこいい。前回ギルくんがもう、ほんとにかっこいい。小ギルくん、マジで雑種っていうさ、もう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 ね、天の鎖取り返してっていうところで、めちゃめちゃ本家らしいところを見せたなっていうわけではあるんですけれども、ちょっと相手が悪い気がします。大丈夫ですかアンジェリカはギリなんとかなるのかなと思ったり思わなかったりもするんですけど、ベアトリスをどうするか っていう僕の中ではそっちが問題な気がするんですけどかなり聖杯戦争にしたねスケール感が大きくなってまいりましたよ攻撃のとりあえずでも黒とバゼットさんと合流してまあなんか修行編に入っていくのかなイリアがインストールを使いこなすようになっていくと思うのでさあさあさあどうなっていくのか注目していこうと思いますそれでは見ていきましょうよーいスタート弱虫の妹へレッツゴーさて うーん。さあ、黒たちが助けてくれた。うーん。結構経ってるんだ、数日ってことは。小ギルくんもいるしー、あら。 ああ、いやー気づかれしただろうな。それとも、強引なインストールで、だいぶやられてるああ、でもこの5人にな、なるわけだ。<laughs> いや、でも本当に、ワンチャンあるかもしれないっていう、感じだよね。 田中さんの正体が気になるなぁ。なんか、それこそ冬季のバーサーカー関連の何かなのかなって思ったりはしてるんだよね。イリアだから。そこら辺繋げたりしてこないかなぁとか思ったりしてるんだけど、ちょっと、可愛すぎるよなさて、 アステリズム。あ、これ、あれか。キャスターのエリアか。可愛かった、キャスターのエリア。もう魔女大好き。あら。さあ、やっぱこれ、あれだよね。ホムラバラの来てるよね。で、一星っぽいよな。一星と誰だ 髪型的にンジじゃなさそうさあ弱虫の妹へあら保健室ここを拠点にしてたんだバゼットさーんバゼットさーん うーん乗り込みましたお誰すごい自由すぎる自由すぎる黒髪型かわいいねあははは 自由すぎる。うん。ごめん、田中のジャージ吹っ飛ばしちゃった。体速吹っ飛ばしちゃった。ああれが動きやすかったのかな一切治ってる。ああ。 あのホーの。そう、傷はついてたか。あー。カードの、カードが受肉して歩き回ってんのかなズンガズンガ。あ、痛いよねって言ってたね。お 痛いから守ってくれてね。さて。パシってくれるのが嬉しい。<laughs> 小切るんだからパシってくれるんだよね。さて。うん。平行世界ね。 うーん、リンとルビアも心配だなうーん。ああ、だ、まだ出てきてないのか。反応ない。そうか、数日ぶりって言うから、イリアより前に来てたんだな黒は。 うん、そうかちか <laughs> <狭い笑>んああせいうんまあねメガネくろえ。 いや一番大きいほんとにまあそうね財宝を取り戻すためにっていうところも含めてうんうん魔力を注ぐとかじゃないの もうカードになってるもんねかわいい絵うんツインテールコンビそうねうんねだろうねうん うん、ちょ、ビビっちゃうよ。うーん。まあでも、偽物って考えていいのかなうーん。あくまで、でも、贋作とかそこら辺で捉えていいよね、でも。何百や、前回やばいやばいとは言ってたものの。あパクスあー。でかい3機だな。 うんどうなんだろうなお腹すいたやばいやばいやばい <laughs> すごいミラクルスマホ。スマホじゃねえ。携帯だわ。ガラケー。ありがとうございます。ことみなさん。いや、ちょっとは入れるんだね。トラウマになってる。あの人やばいんで。あの人危険なんで、ちょっと。 たす、あ、すごいすごいぴったりハマってる <laughs> まあ、たぶん。あ、高くないすぐ、すごいよもう、足元見られてる <laughs> けど気にしない。それが王だ。あのー、ラメ屋にもご協力願えないかな あー控えめでも辛そうまあこのラーメンの凶悪性がうん後頭部っぽいよねラバ原 まあでも変わんないか。初頭部もあんまり変わんないか。見た目は。あー。まあちょっと帰れるかもわかんない状況だよね。改めてこう見てみると。うん、いろいろと思い返すものはある。うん。 山町かうーんそうねああそうだなみゆも来た時うーんかなり弱ってるな。 うん、うん、分かってるけどねわお なななにににあ思いっきり来たわお弱いあなたをそうかもうでもちょっと平和求めていられる状態じゃないもんな とにかくあ外すうわおやばいあインストールした まあまあまあなり損ないが近いかなうんああそういうことかわあわあわあわわランサーだうん自身と痴漢する そうか英霊の力をわおそうねでも確かに合が深いよなうん。 うーんまあ大体見ればわかるうん確実にうん うーん。これってフラガラックとぶつかったらどうなるんだろうあ、そっか、フラガラックが勝つか。やべーって <laughs> わわわわわ本気だ。 さて変えたわおライダーわーお うん、うんそうよねミユがこっち来てた時 うーんうーんそんな中でも戦ってたんだもんね。 あー。もういいねー。考えてくれてるけど、やべーやべーあー、エクスカリバー投影してるえ、マジで撃てんのこれ。やべえ、わおセーバーの。 本物ださすがに東映じゃ勝てないうーん魔力の使いすぎうーん。 まあでもしっかりとカツ入れてくれたねうんあらあらあら。 さすがに使いすぎちゃった魔力うん目がうつろになっちゃってるあそっか魔力供給すればなあすごい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  あ、すごい、すごい、すごい。あ、田中さんが見てます。田中さん、これは、これが教育、教、教育 <laughs> あ、すごい、教育上、え、これ、教育上教育ですね。すごい、あの、緩急。すごいね。あ、あ、朝王の格好でこんな背中、あれだったっけえ、どういうカットちょっと、あ、だ,だ,だ,だこ、だ、だ、え、だ、え、ど、あ、れ、え、パ、ちょっとパニック起こしそうなんですど、僕、あ、ぶねえとこでした。弾けた。 <laughs> あら、あら、あ高まっているな。はい。なるほど。今見てるこの映像はきっと Ruby がアップデートしたやつだな。アップデート、アップロード。うん。あーん。 うん、あらあらこれが姉妹ですでも黒のがお姉ちゃんだなこれ見てるとうんうん もうあれだけうんうんそうねそうよねだって2機のボスと3機のボスだもんねギルもバデットもうん うーん。そうね。あら、いいわね、これ。いいわね。かなりいいわね。っていうか、黒がお姉ちゃんすぎるって。ちょっと、<laughs> うーん。そう考えると、やっぱり、田中さんバーサーカー説はワンチャンあるな。そうだよね。戦って勝ち取ったものだもんね。 なんか、ずんガずんガで、なんか反応があったけど、それはど、う痛いの、あれでいいのかな結局。この表現に覚えありみたいな感じだったけど。あとりあえず、まあ、セイバーとランサーと、ライダーと、キャスターがある。この4つがあればなーっていう感じだよね。 これさーうーん。まあ、とりあえず、セイバーをインストールできれば、ワンチャンあったりするのかなっていうところ、てか、エクスカリバーが使えればもうバチバチにやりあえる可能性があるっていうところではあるわけだね。ミョルにいるとは。まあ、そうだよな。でも、冷静に考えてさトールをさ、カードにして召喚するなんてあっていいのかっていう話だよね。 何かしらカラクリはありそう縛りとか。うーん、元作だから、本家ほどの、なに出力はないとかね。えー、なにこれえー、なにこれえ、急にサービスかいや、唐突なサービス。なにバゼットさん <laughs> あ、唐突な。あリトルレディなになになになんか、トンチキ展開始まってるんだけど。 はい、だけで見終わったわけなんですけれども。いや、いいですね、いいですね。イリアと黒のバチバチバトル、めちゃめちゃいいなっていう感じだし。いや、黒が人気な理由がわかるよね。か常に黒が助けてくれるじゃんね。結構悪態ついたりだとか、ちょっといたずら気質なところがありながらも、ね、こっちを心配して動いてくれてるし、いい子だよね。うん、お姉ちゃんしてるなって感じがあるよ。うん、常に助けてくれるし。なんかこの子は裏切らないなっていう安心感がめちゃめちゃある。うん。 いや、なんかみんな裏切らないんだけど、この子だけは常になんか味方でいてくれるし、こちらのなんか期待を裏切らないなって感じはすごいありそう。うん、いいよね。その感じがね。その上、さらに、もう皆さんの発電にも、えー、しっかりね、尽力をしているというところでね、もうすごい、すごいですね、あのキャラはね、っていうところではあるわけなんですけど、特にやっぱりイリアが普通の女の子って形でこうね、描写されてるからこそ、やっぱり黒の独特なこの感性だったり、魔術師的な思考回路っていうのは、 めちゃめちゃ助かるよね。こういう状況になった時にうじうじしないっていうのはやっぱり魔術師的な思考回路で育った、元々のイリアの人格があるっていうところではあると思うから。あーいいな。でもイリアもめちゃめちゃ良かったな。<laughs> すごいな。ランサーになり、ライダーになり、キャスターになり、セイバーになり。何ですかイリアコスプレファッションショーですか うん。ちょっとシリアスだったからね、あまりそういうことはね、あれだけど、どの衣装もいいなって思っちゃったもん、私。<laughs> イリアファン大歓喜だね。うん。いや、ライダーの衣装もいやでもやっぱりね、キャスターの衣装が好きかな、私は、っていう感じではありますね。うん。あれとかできないのかね、どうなんでしょうね。なんか、僕が想像してるのは、ワンチャン、あの、カードを全部インストールするっていう荒技はありなのかな。まあ、破裂するか。あ <laughs> あの、 あるか、カードを全部インストールしたらどうなるのかなっていうのは非常に気になった。だから、セイバーとランサーをインストールしたら、だからどっちもなんか二刀流できないのかなとか思ったりしたんだけど、やっぱり弾け飛んじゃうかな、イリアが。うん、パーンってなるかな。うん、どうなんでしょうね。色々と気になるところであるわけなんですけど、だってこの出力で足りない可能性があるわけじゃん。言っちゃうと。うん、うん、セイバーのエクスカリバーでもなんとかならない状況だった時に、やっぱり二重に、何、バフのようにさ、 魔力だけ抽出するみたいな形でさらにインストールするっていう可能性があったりするのかなっていうところではあるわけなんですけど。あー、でも、なんだっけ、あれだよね、飛び道具効かないんだよね、クフリンって、ランサーって。 ランサーインストールしたら結構強いんじゃないのって思ったりもするよね。アンジェリカ相手だと。どうだったっけそこら辺って。うん。とりあえずっていうところではありますね。使えるカードは4枚やって。あ、う、あ、ん、戦いようはいくらでもあるなーっていうところでもあるし、それこそ前回ベアトリスがやばすぎるよねって話をしたけど、まあ、やっぱりオリジナルを召喚しているわけではないわけだから、全然スケール隙はワンチャンあるわけだね。うーん。改めて見て、このバデットさんがそんなのあってはならないというか、ありえていいのかみたいなことでしたけど、確かに、 ありえないっちゃありえないよな。うん。そんなのあったらやりたい方でできちゃうもんね。それを考えたら多分何かしら付け入る隙はある贋作だったり、うん。やっぱり、本物のカードにはかなわないとまではいかないけど、何かしらリスクはありそうだよね。あんなポン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 打たれたらたまったもんじゃないもんね。うーん。 あとは、どうだろうなもう、とりあえず、前に向かっていくしかないと思うんだけど、次回、なんか、トンチキ会っぽいんだよね。なんか、なんか、イリアがトンチキなことに巻き込まれる可能性がありますわっていう感じだし、なんか温泉入ってるしね。バゼットさんの温泉姿はちょっと、さすがに僕も、目を光らさ、かなさざるを得ないなって思ったりもしたわけだし。うーん。あとは、田中さんの正体だなやっぱり、バーサー仮説が濃厚かなっていうところではある。うーん。12でもさ ちょっと可愛すぎるよね。もうちょいなんか、正悲な男とかだったら、ああ、バーサーカーヘラクレス、強化してないヘラクレスなんじゃねえとか思ったりもできたけど、どんなもんなんでしょうねっていうところである。まあ、剣能だけ受け継いだ女の子っていう可能性も全然あるからね。なんか何、何なんだろう。人形とかホムンクルスに、それをインストールした存在っていうのはありそうだけど、 うん、難しいところではありますね。はい、というわけで、まあ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 、相手を確認し、そして自分の居場所も確認したイリアなので、さあ次回からどうなっていくのか。もう本当にね、確かに、ミウもあっちの世界来て居場所をくださいって言ってたから、それと同じような状況だよね。自分の居場所もなくて、自分の守りたいものも、もう別の世界に行っちゃって、本当に孤独になってしまったけど、戦うしかないというこの状況に対して、イリアはしっかりね、アンサーを出しました。黒へありがとうというわけなので、さあ次回どうなっていくのか、注目していきましょう。以上、プリアドライでした。バイバイ。